ディファインモデルを使って気軽にコンポーネント V モデルをやろうというタイトルで、西原さんがいます。西原さん、お願いします。はい、では、ディファインモデルを使って気軽にコンポーネントの V モデルをやろうと題しまして、発表させていただきます。自己紹介です。株式会社 ICS でフロントエンドエンジニアをやっています、西原と言います。ICS メディアというとメディアで、ウェブに関するいろんな技術記事を書いているので、こちらも見ていただけると嬉しいです。その他、個人開発なんですけども、デジタル庁のなんか公開しているデザインシステムの、ビュー実装をちょっと個人的にオープンソースで進めていたりもします。でまずは、今日の本題になる V モデルについて簡単に説明します。で V モデルって何かというとインプットタグとかに使うと簡単に、値の挿入とあるいはその取得っていうのが簡単にできるようになります。これは、個人的にはビューの中である機能でかなり強力な特徴の一つなのかなと思っています。で実は V モデルというのはコンポーネントでも使うことができて、これをやるとコンポーネント間の値のやり取りがすごい簡単になります。すごい便利なんですが、コンポーネントで V モデルを利用しようとすると結構その記述が面倒だったんですね。例えばこのパッとあるようにプロップスで親の定義、親から受ける値を定義したり、エミットでイベントの定義をしないと親に通知できなかったりするので、この用意をしないとV モデルっていうのをコンポーネントで利用できなかったんですね。でそこで今回 3.4 から登場したディファインモデルです。ディファインモデルを使うと今あった記述が簡単、この1行モデルコンストモデルイコールディファインモデルだけで簡単に V モデル化ができちゃいます。で面倒なプロップスとかエミットの定義もしなくていいのですごい簡単にできます。でこのディファインモデルの特徴なんですけども、このディファインモデルで定義した変数っていうのはレフと同じように扱えます。なのでここにあるような例えば受け取った値をさらにこう加工するときもドットバリューでアクセスできるので、親から受け渡された値とかも簡単に加工ができ、またそれをこう通知するのも簡単にできます。でディファインモデルでコンポーネントを V モデル化するメリットとしては、まずコンポーネントの作る側としては簡単にコンポーネントを V モデルにできます。でそしてディファインモデルで定義したものはレフなので、コンポーネント内部としてもすごい扱いが楽です。特になんかこういろいろ気にせずレフと同じように簡単に扱えます。でコンポーネントを利用する側の人はその内部的にどうなってるかは分からなくても、この V モデルで簡単に値が連携できるんだなっていうところで V モデルを公開してあげることで簡単にコンポーネントの値をこうやり取りすることができます。最後にまとめです。ディファインモデルを使ってコンポーネントをどんどん V モデル化しようぜということで発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。